ゼロ次会はここで決まり、蒲田駅に有料シーンができる酒屋さんを発見、その名も裏朝日屋さん。高校生の頃は学校終わりに蒲田によく遊びに来てたななんて思い出にふけながらやってきたんだけど、飲食店御用達の酒屋、酒の朝日屋さん。この店内の奥に秘密基地があるんだよ。出迎えしてくれる酒道を通った先に裏朝日屋さん。昨年11月オープン。有料シーンができて、その場で気に入ったお酒が買えるスペシャルルーム。先ほどの酒道は衣装瓶が多かったけど、こちらは4号瓶がずらり。奥には常時36種類のセルフ式日本酒試飲機があります。こちらの味わいチャートを見ながら選ぶのもよし、店員さんに聞きながらチョイスするのもよし。有料試飲は200円で 50ml、 コインを購入して自由に飲めます。ちなみにもうこの時に4杯ぐらい飲んでました。フラーサヒアさんではおつまみは出していないので、ゼロ時間やはしご酒、グイッと日本酒飲んでお腹を減らして蒲田の飲食店進めるケーキ漬けの場所です。絶妙な 50ml ってところもいいよね。たくさん飲んじゃう。店内にはいろんな酒蔵さんが隠れてるから見つけてみてね。蒲田は飲食店がたくさんあって選べない。そんなお悩みを持ってるあなた、ご安心を。ガチャで行き先をいざなってくれます。今ならばガチャ代をキャッシュバック中とのこと。私も蒲田で遊んでたの高校生の頃だったから、飲食店が全然わかんないんだよね。こういうガチャがあると新しいお店の開拓もできるから楽しいよね。飲食店を大事に、あくまで飲食店ファーストな裏朝日屋さんが素敵すぎました。次なる店はもちろん裏朝日屋さんのガチャおすすめの場所へ。